特に痛みを持たれている方の痛みを取るというサービスを行っています。膝だとか腰、肩、首、そういった部分で痛みを持っていらっしゃる方が多いですね。歪んでるから辛いっていうことよりも痛みがある方が辛いと思うんで、僕のコンセプトとしては痛みを取ってあげたいになりますね。基本的に東洋の考えでは痛みは痛みで取るっていう考えが元々なんですね。それが一番早いんですけども、まあ、主義だったり母子だったり使って、もう一押しした時点で他の人とは違うっていう、与える際の痛みをごまかしながら緩和していく、痛みを感じないまま痛みを取るということもできますね。スマホとか見たりパソコン見たりするのが多いので肩こりがひどいです。横向いてグッてやっていただいたのがすごく軽くなりました。あと、とっても話しやすくて優しかったです。痛みを取ってあげて回復して、回復が健康につながって、健康が今度美につながるという、そういうステップアップは目指してやっていきますけどもね。